唯一論の大国である中国にも、まあ、繰り返し厳しい意見を言っております。本当に私もこんなに特別な国について、まあ、いろんなことを彼らが嬉しくないであろうことを言うのは辛いので言いたくはないんですけども、中国だって政治的な要職を占めれば何十億円ぐらいの金は貯めるのが簡単に貯まるようになっております。中国14億人の中6億人は月給1万8000円以内で生活している。14億人のうちの6億人が貧困階層だと言ってるんですよ。それ共産主義の理想と反してるでしょ。共産主義は格差是正しなきゃいけないんじゃないですか。人々を平等にして、ね、資本家階級から搾取して下にばらまいてみんな平等の社会を作るんじゃないんですか。それが目標でしょ。万国のプロレタリアと労働者階級が団結して政治をするんでしょ。全く違ってるじゃないですか。その6億人たちはもはや豊かになる術がない。